明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろとご視聴いただきましてありがとうございました。まあ数々の、コメントで非常に仕事に対して励みにもなりました。本当にありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。ということで、これが2024年、まあ、一発目の動画にはなると思うんですけど、はいはい、ちょっと時間が経っちゃったんですけど、昨年ですね、うん、視聴回数、総視聴回数が、1000万回を突破しました。はい、もう実は1ヶ月前ぐらいにはなったんですけど、ちょっとコメントを取る暇がなくてですねありがとうございます。いかがですか、1000万回と聞いてピンとこないんですけど、まあそのまんまの現場の姿を発信しておりますので、まあ、ちょっと自分たちが仕事やってるだけなんでもう非常に楽しくやってやらさせていただいてます。はい、なんか2024年の YouTube に対して意気込みとかはありますか？いやー、まあねご依頼があって、まあ今 YouTube を見ていただいた方からの依頼が圧倒的に、こういうスタンスでできればお役に立ちたいと、お客さんがやっぱりいろいろと問題を抱えて、まあその中でまあご予算もありますし、できるだけそのご予算に合わせた形でお客様のご希望を最大限に叶える方法をまあ考えていくのが私の役目かなと思っておりますもんで、いうスタンスは今年も変わらないとも思います。はい、もう今年はあれですよね、古民家再生のお庭が、まあ、結構大きな工事になるのかなっていう感じはします。あ、動き的にはですね、まあ時間的に少し間が空くと思いますけども、その部分が主として形で動いていくのかなとは思っておりますけど、はい、直接来るご依頼も YouTube 見ましたっていうお客さん相当増えてますよね。そうですね、ですから YouTube、 その前にやっぱりビフォーアフターを見られてた方とか、テレビチャンピオンとか見ていただいた方っつう方も多いんで、年齢層的にもまあ我々に近い年齢層の方がお客様が多いと思います。古民家再生のお庭でも高齢者の方に声かけられてましたよねああそうですね、我々としては今まで自分たちの作ってる姿、まあそういうのも見ていただこうというスタンスで仕事やっておりますから、まあできるだけ近所の方が作業風景を見てくれるっていうのも非常にありがたいことであって、まあ地域の人とそこでいろいろとお話もできますし、高齢者の方が YouTube を見て金井先生だってなってました普段 YouTube 見てくださっててそうですね、今本当になんかこう年配の方が YouTube をなんか見てる方が非常に多くなってるのは事実ですね。はい、気がついたら30分ぐらい喋ったりしてますよね、まあ、それも YouTube 続けてきたとか、ね、なんかおやつを持ってきていただいたり非常にありがたいと思っております。はい、でそれでですね、はい、去年、まあ、メンバーシップを一瞬やって休止してしまったんですけど、はい、まあ、メンバーシップでやろうかなって思ってたことを再開しようかなと思いまして、うん、でそれはどういうことかっていうと、今ガーデンリメイクの動画を配信するのと、うん、あと教えて金井さんっていう動画を出してるじゃないですか、助け番みたいな、そうそうそう、はい、金井さんに、まあ、お庭の悩みを聞いたり、例えばガーデニングアドバイスを教えてもらうっていうところで、どんな動画が見たいかっていうのを募集しようかなと思いまして、はい、この動画で。だから家の面白さってお客様の場所で敷地状況によって各家でも全然違ってくるん でやっぱりそこに既存にあるものの利用方法、それによって変わってきますし、まあ逆に伝えることが多いのかなとは思います。うん、そういう点では面白いなとは思います。はい、
まあ、なのでこの動画のコメント欄に金井さんに教えてほしいことを募集して、うん、本当何でもいいなと思ってるんですけど、うん、まあ、どんな道具使ってるんですかでもいいですし、うん、そしたら道具の紹介する動画を撮りますし、うん、なんかこれはどうやって作るんですかもそうですし、まあ、何でもいいのでちょっと募集しようかなと、ね、まあ、どんな教えてほしいことだったりが来るかは分かりませんが、はい、まあ、来たら金井さんにはまたそれに答えていただこうかなと思っております。あ、そうですね、ね、いろんな処理の仕方とかなんか利用方法とかそういうものは各現場でやっていってますから、はい。まあ、という感じでまた新たに2024年もやっていけたらなと。そうですね、だからなんつうかな、ね、お庭っていうか面積が広い、まあ狭い、こんなとこってもういうような、まあ場所問わず、まあいろんな部分においてはちょっと厳格なうちは地方であろうが距離的にも関係なしにご依頼があれば移動していってますから、はい、まあいろいろと楽しいものができるかなとは思ってます、はい、なので現場も、まあ、頑張ってもらいつつ、そういった YouTube の動画も今年も頑張って、そうですね、いただきたいと思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後に今年の、まあ、抱負といいますか、うん、コメントよろしくお願いします。はい、まあね、年にはかなわないっていう形になりますけど、まあ逆に、それに合った年に合った動き方、まあ作り方というのが自分でもだんだん分かってきた年頃になりましてまあ重たいものにおいてはまあ小分けで運ぶとかまあデザイン的にそういうものはあんまり入れていかないとか、小さなものでコツコツととか、まあ全く一人でやる場合と、まあ二人で手元がいてやる場合と、まあ仲間がいてやる場合と、まあ方法全然変わってきます。でまたデザインも変えればいいと思ってます。まあそれはお客様が納得すればのことですけども、まあそういう形でまあ今年も自分らしい家内スタイルをこう出せればなとは思っております。はい、ですからまあ毎週1回長編になるか単発的な映像になるかとなると思いますけども、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 OK 今年通過じゃないな